ロカミサキの海戦はスペイン継承戦争中の1703年5月22日、レーマーフラック大佐率いるオランダの護送船団とアラン・エマニュエルデイクエットロゴン率いるフランスの小艦隊の間の戦闘。スペイン継承戦争では、フランスとスペイン海軍がエーラン艦隊に対し大規模な海戦を挑んでは勝ち目がないと考え、死略戦方式に切り替えた。そのため、 同盟軍は、護送船団で小船を護衛する必要があった。1703年5月21日、塩を主な品物としつつ、ワインや砂糖も積まれた、エーラン商船隊110隻は、リスボンから出発、イングランドへ向かった。護衛についたオランダ船は、戦列艦3隻とフリゲート2隻で、指揮官はマイデルベルフに乗船していたレーマーフラック大佐である。翌日、 船隊は、ロカミサキの近くでクエットロゴンを率いる大型艦5隻で構成されたフランス艦隊に遭遇した。フラックは商船に逃げるよう知らせた後、オランダ艦隊の戦列を形成して、商船を保護、フランス艦隊との戦闘に突入した。オランダ艦隊は、格上のフランス艦隊に対し勇敢にも戦ったが、フランス艦隊が強すぎて、オランダ船が次々と降伏した。 フラックが乗船したマイデルベルフは、会員の半分が死傷するまで戦い続けた。フラック自身も片腕を失うほど重傷を負ったが、メインマストが壊れて、船が沈没し始めて、ようやく降伏した。生還者は船を脱出、マイデルベルフは燃やされて沈没した。フラックの犠牲のおかげで、小船隊は無事逃走した。そのため、大同盟側の損害は軽微となった。 フラックは、残りの船4隻と共に、トゥーロンに連行されたが、戦闘で受けた傷が元で7月17日に死亡した。ありがとうございます。